それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は拡張ユークリッド誤助法の性質について触れた上で、その拡張ユークリッドの誤助法の応用の話を始めましたけれども、前回はその中でその方逆元の計算の紹介をしました。で、今回はですね、拡張ユークリッドの誤助法の性質を前回の授業からいくつか紹介しますという話をしており、予告をしておりましたが、その続きの話をします。で、それから、拡張ユークリッド誤助法の別な応用としまして、今日は実数の連分数展開に関する、話をしたいと思います。で、それではまずその拡張ユークリッドの誤助法でですね、いくつか性質がありますけれども、今日は前回のに続けた話をしたいと思います。で、この定理は多分教科書テキストの方には出ていないと思いますので、今日配布した資料の方を参考にしてください。で、ここでは、F と G を整数としまして、で、F も G も比符で、かつ F は G 以上であるような数とします。で、それからあと、ここ何回かやっておりますように、その乗用付きの序算を使ってですね、その、フィフのラムダに対して、その R1 から R ラムダプラス1と、それから Q1 から Q ラムダというのを、ユークリッド誤助法および拡張ユークリッド誤助法と同様に定めます。それから、S の0から S ラムダと、それから S ラムダプラス1もですね、それから T0 から T ラムダプラス1も、拡張ユークリッド誤助法と同様に定めます。ですので、RI はその、1ステップの序断をした時の乗与ですね。それから QI はその序断をした時の小という形でまず定めまして、で、あと SI と TI については、これは拡張ユークリッド誤助法で与えたもので、S0 が 1T0 が0で、あと S1 が0T1 が1ということで、あと S の i プラス1と T の i プラス1っていうのは、その、この RI マイナス1を RI であったときと同様な形で出すと、定めるということにしておきます。で、今日紹介する性質は次のようなものです。今回の話は、その整数のその乗与列に関する性質なんですけれども、まず次が成り立つということで、まず最初は i が0からラムダプラス1に対して、その ti と ti プラス1の積が0以下ということは、その符号が同じになることはないと。それからあと ti の絶対値に対して ti プラス1の絶対値はそれと等しいかそれより大きくなると。で、もう一つは i が0からラムダまでに対して、si と si プラス1も符号は同じにならないと。で、かつ、si の絶対値に対して s の i プラス1の絶対値も、等しいかそれより大きくなるというのが一つ目の性質です。で、2番目の性質は、これは i が0からラムダプラス1に対して、その R の i マイナス1、これは乗与ですね。それから、あと Ti の絶対値の積が、A で抑えられると。で、かつ、その R の i マイナス1かける Si の絶対値が B で抑えられるという性質です。一応、この2つの性質については、証明のアウトラインをこれから説明したいと思います。まず A の性質ですね。A の性質のこの Ti に関して説明をしていきます。i が0の時は、Ti と Ti プラス1、T0 と T1 の定義がありましたので、その定義から明らかなわけです。で、そこで、0から i までのその T0 から Ti に対して、そのまずこの主張が成り立つと仮定しておきます。で、そうしますと、その ti プラス1というのは、その定義から ti マイナス1からですね、ti かける qi を引いた値でしたけれども、
これに対してその、機能法の仮定を使いますと、その t の i マイナス1と t の i ですね、ここ t の i マイナス1と、t の i というのは、機能法の仮定から異なる符号を持っていて、でかつ絶対値、その絶対値のに関しても、こういう代償関係が成り立っていることが分かっています。で、これを使いますと、その、この式ですね、この ti プラス1を求めたこの式を、絶対値を評価しますと、ここでこの式にあるような評価ができまして、そうすると、ti プラス1の絶対値は、ti の絶対値と等しいか、それより大きく、かつ、ti プラス1の符号も、ti の符号と逆になるということが分かるはずです。で、そこを分かるかどうか納得するのは、ちょっと皆さんで、各自で考えてみてください。で、si の場合も、今、ti に関して証明したと同じような方法で証明することができます。ただし、機能法のインデックスは i イコール1から始めるという点が、ti の場合の証明と異なりますので、注意してください。ではまず最初の a の証明でした。で、次が、その、r の i マイナス1と、si の絶対値に関する性質です。で、まずここで使うのは、この r の i マイナス1に関する、この拡張ユークリッドのご助法でのこういう等式があるんですけれども、この等式から出発しまして、で、このまずこの等式の両辺を、t1 倍します。でそれから、これとは別に、今度はこの Ri に関する、この拡張ユークリッドご助法によるこの等式ですね。でこちらはt の i マイナス1倍します。で、この括弧1、最初、括弧1の両辺から括弧2の両辺をそれぞれ引くとですね、で、こういう形になるんですけれども、a かけるsi マイナス 1ti マイナス siti マイナス1でが左辺で、それから右辺が ti かける r の i マイナス1マイナス t の i マイナス1かける r の i という結果になります。で、ところがですね、この左辺にありますこの si マイナス 1ti かける siti マイナス1というのは、これ確か前回述べた性質で、実はこれマイナス1の i マイナス1乗になる等しいということが分かりますので、こういう置き換えをすることができます。で、これは何を言っているかというと、右辺はこういう式なんですけれども、左辺は実は、ここにかかってくるのはそのマイナス1のべきですから、結局左辺はプラス a かマイナス a のどっちかだというわけですね。ということで、そのプラス a、プラスマイナス a というのが実はこの右辺のこの式に等しくなるということが導かれます。で、ここまで来たところで、その先ほど証明したその a の性質から、この ti と t の i マイナス1がですね、異なる符号を持つという性質を用いますと、この今度はこれを絶対値を取って、左辺を a にするわけですね。今、a は比符ですから、プラスマイナス a の絶対値を取れば、a になるわけです。で、一方で、右辺は絶対値を取りまして、で、これを、その、このような形で評価するということで、あとは、その ti と ti マイナス1の、その絶対値の関係から、このですね、目的とする評価が導かれるということになります。あと、以上がその、a とですね、それから ti に関する性質ですね。で、あとはその b と si に関する性質も、今の証明と同じように示されるはずですので、これも各自でやって、確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。一応今日のですね、拡張ユークリッドご助法に関する性質がいくつかありますけれども、今日の分はここまでにしたいと思います。